戦です。で、高田さん、カーブそれからフォークボールを持ってますね、はい、これ立ち上がりのジャイアンツの打線1番の河合からどんな絞りを見せてました。今日はね、対マラカでもね、少し後半どちらかとカーブよりもまっすぐの方が多かったんですよね、ですから腕の振りがゆっくり来てってパッとくるもんですからね、右バッターこれですね、スイカ三振ですから、ちょっとね、トータル5対0とこのようになっております。それからその他の各地で、さあこのヤクルトを追いかける中日、巨人、現在ゲームの方は2対1、2者連続三振、いやこれで3者連続三振ですね。4回の裏、岡崎から3者連続三振、今中の奪った奪三振がこれで4つになりました。今の村田もそうです、この前のバッター長嶋もそうくればね、はい、ヒットを打とうなんて思わなくていいと思うんですよ。まっすぐ狙いタイミングだけで行っててカーブが来たらなんとかねバットを当ててファールで逃げるとみとしようと思うとね、今のようにまっすぐ遅れると思うんですね。一茂が入りました。ですから森田ということも考えたんじゃないですかね。そうでしょうね、はい、それから中日向こうへね、シュートインコースで速い球で来るだろうと、それで内野ゴロを狙いで来るというのを読んで、それを足を開いてね、あれはもう何回見ても技能賞という感じでしょうからね、難しいコースですよね、